何も見えんねん。ね、たまたまだよね。結構遠いね。結構遠いね。まあね。
でかいの上がった。写真撮れた？綺麗に写ってるけどね。Thank you.
Thank you.
りかな。あれは初島。あれ初島。小田原じゃ違うか。そう、あれ初島だからもっと左の方が初島。あ、小田原。全然見えてない。多分その辺明かり見えてるの、ひょっとしたら熱海とか、うん、かなって。すげえ、みんなゾロゾロ帰ってきます。やっぱり終わりかな。さあ行きますか。飯食いに行ったのが、ね、花火大会まで見れて。はい、ということでですね、今回はたまたま来ました伊東で花火大会やってたんで花火大会見てきました。ということでまた突然撮った動画ですが、もしよかったら他の動画も見てください。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。持ってきてないわ。腹いっぱいになって腹が読み出す。うん、水太郎ちょっとご飯食べたとこ縛っちゃった。伊豆太郎、うん、まあじゃあ録画してんの。ちょびっとだけ船何あれ、海がライトアップされてるの。でもなんか水がなんか色ついてる感じじゃない。あ、ほんと。あ、ほんとだ。魚見えるから行ってみる。あ、魚見える。そこら辺ほら泳いでるの見える。ほらほらあそこあそこあれだ、あそこの橋の下にライトがあるんだ。へえー、結構水きれいなんだね。魚見えてるでしょ。あ、本当だ、すごいすごい。え、サメがいる。緑のライトのとこサメがいる。向こうの青い方とどっちが見やすいのかな。ああ、本当だ、なんかサメみたいにいる。あそこのライトのところ、そこも、そうそう、今ほら今この影がそうみたい。あ、ほら、あ、違うな、なんかね30センチぐらいなのかな。ちょっとこの影がそうなんじゃないかな。誰かやってるから面白い。アルフォ見れるかな、見てみよう。
密漁禁止ね。え、なんかいた？ウニ？どこだ？あー、あれガンカゼだね。そうね。ミスモノ。岩の上にいる。トクトクしないと。いや、それすごい分かるんですけど、期待してるから分かんないんですよ。あとね、あの岩に、いや、青い方見づらいのかな。青い方が海っぽくなるけど、うん、魚が全然見えない。ライトのあたりにチラチラいるのが見えますね。緑のが見やすいな。青い方全然見えない。Thank you.